じゃ、浦添ヤクルトキャンプ、はい、ね、お疲れ様でした。ヤクルト浦添か、まあ、どっちかなんでしょうけども、うん、キャンプ行ってきました、はい、お疲れ様でした、ね、はいはい、さあ今日、ヤクルトのキャンプ、まあ、初めてですね、はい、視察、うん、されたと思うんですが、はいはい、まあ、中継もありましたが、まあそうだね、どうですか見られて率直に。まあ、あの通常練習とはちょっと違って、はい、ちょっと変則だったんだよね、うん、野球教室がある関係でね、はい、まあ、だけど、まあ、一応 の, この動きとかいろいろ見てたけども、やっぱ大人のチームだなっていうような感じがしたね。お、まあ、明るさの中にピリッとこうしたものがあるという、はい、これはなぜかというと、まあ、ある程度レギュラーが決まってるという、まあ、例えば中村雄平、オスナ、山田、村上、サンタナ、塩みたいな、だから2つのポジション、まあ、長岡もレギュラーだとは思うんだけども、競い合ってる以上、まあ、監督がはっきり言ってたけど2つのポジションしか空いてないと。でレフトと、まあ、ショート、まあ、ショートは長岡っていうのがいるけどね、はい、まあ、だけどその竹岡っていうのもいるし、場合によっては、内山、うん、で内山のノックの受け方、内野の守備見てたけど、これはやっぱうまいわ、びっくりした。内野できないのかなと思ったら、奥川が甲子園で優勝した時、そうですね、準優勝か優勝か、まあ、した時にあのショートを守ってたらしいんだよね、はい、だからどうなのかなって思って見てたけど、まあ、十分使えるよね。まあ、これ試合になったらどうかわからないけども、でももうなんか受けてる他の内野出身の、うん、選手と遜色なかったね。すごく面白い存在になってくるのかなっていうふうには思った。やっぱり今日内山選手もバッティングをされてましたけども、うんうん、やっぱそれを見られてもやっぱ豊さんはやっぱバッティング生かしたいなっていうやっぱ思いますか。本来ならやっぱキャッチャーで伸ばしたいなって言ったところも、やっぱり中村がいるん で, そうです、ね、なかなかこの壁っていうのはね、はい、高い壁になってくるのでね、その中村が年を取ってっていうような時に内山がすぐ入れるようだと、まあ、完璧だよね、ヤクルトはね。ただその間はどこかの守備で生かしながら、まあ、だから試合とか打席に立たせて経験は積ましておきたいなっていうふうには思うけどね、うん、はい、ただキャッチャーにですね、あの育成の橋本選手も上がってきてました。いいバッティングしてるな、はい、こうびっくりしたけども、うん、まあ、キャッチャーなんて言われてるチームもたくさんある中で、まあ、豊富な人材を抱えてるね、うん、で日本ハムも非常にキャッチャーが豊富だっていう言われてるけども、はい、ちょっと1ランク申し訳ないけど高いレベルの、まあ、争いをしてるなっていうような感じがするね。まあ、そういったこともあってこう古田臨時コーチがキャッチャーをより伸ばすっていう部分で、はいはい、まあ、そうだね、されてるんですかね。まあさ、うん、まあ、キャッチャーの、まあ、テクニックと、はい、やっぱこう頭脳だよね、うん、まあ、そういうところを伝授してるというような、うん、まあ、そういう場面も見れたけどもね。山田選手はどのように映りましたか。あ、でも会って話をしたら非常に、なんか体調いいですよみたいなことも言ってたし、だ体調が整えばね、彼はほっといても数字を残してくれる、うん、まあ、選手なんで、うん、まあ、そんなには心配はないよね、うんうん、レフトには争いにはおそらく入ってくると思いますが、西川選手。あ、西川ね、はい、まあ、西川も、まあ、楽天と行った当初っていうのはさ、爆発的な数字を叩き出してるけども、ね、まあ、潜在的にはああいう能力ってあるんだよね、うん、だから本当に西川が入ってくると、はい、塩見西川の一塁マンコンビって言ったら相当嫌だと思うよ、これが1年間持てば、うん、だって塩見も30通りできる力あるし、はい、もう西川なんかそれ以上できる力、はい、テクニックがあるから、はい、それで 1,2 番組めたら相当嫌な打線になるね、うん、そして山田、はい、村上、はい、まあ、サンタナかオスナでしょ、はい、これは相手にとっては嫌だよ、うん、さらに足という部分では丸山選手がいたりとか並木選手、あ、いるね、まあ、並木は、はい、まあ、ちょっとまだバッティングっていうことに関してからすると、はい、まあ、控えにいて大事なところで差し込んでくるという、はい、まあ、そういう選手になってくるとは思うけども、はい、だから相当嫌な打線が組めることは確かだよ、はいはい、まあ、そういった野手陣ですけども、あ、ただ村上選手ですね、皆さん多分もうファンの方々、まあね、状態がどうなのだと、まあ、状態は全部の張りで大事を取ってるだけで、はい、こう大きい長引くような、はい、怪我をさせたくないということでね、今ちょっと別メニューでやらしてるけどね、うんうん、今日室内でもね売ってる様子が入ってきてましたけども、まあ、ね、はいはい、彼は開幕に会えばいいからそれで、うん、だからそんなに慌てることはないと思う、あ、今は焦らないという、焦らないが大事ということですね、はい、じゃあ一方ブルペン、ブルペン今日はなんと、うん、奥川投手が、野手はね、うん、今言ったように2つのポジションしか空いてないし、まあ、競争といえばレギュラーはある程度決まってるからね、ただそのブルペンっていうのは非常にピッチャー陣っていうのはこう競争だよね、まあ、その中でやっぱ奥川、
投げてた、うん、休息したら140、この時期で怪我明けで145、6投げてるんだよね。だからもっと速くなってくるだろうし、で新しい自分を見つけてやってるっていう。だからブルペンに入ったらテンポはすごく遅かったんだけど、うん、一つ一つチェックポイントを見つけながら、丁寧に投げてた、うん、ただね表情が明るいわ、これは。だから投げる楽しさ だとか、野球ボールを投げれる楽しさ、まあ、こういうのをかみしめながら、まあ、投げたような、そんな感じがするよね、うん、だから笑顔がいいということを。笑顔いいね、はい、あの子の笑顔は ね、まあ、特にね、特に、まあ、他ブルペンでは、まあ、田口投手だったりとか高橋奎二投手など、うん、まあ、ブルペンにしましたけども、奥川と高橋奎二、この2人が、あで20勝、はい、20勝以上上げれるようになってくると、まあ、昨年の阪神のようになってくるのかなと、うん、まあ、それを高津監督にぶつけたら、いやそれはね、高さん甘いって言われたけどやっぱ厳しい目で見てるよ。あ、まあ、それだけやっぱ高津監督もブルペンに対しては厳しい目を持ちながら冷静に見てる。だからこれはまだまだそのオープン戦が終わるぐらいまで競争は続くと思うけども、うん、まあでもその中継ぎにね、宮川とか先発させるかもわからないけども、うん、まあ、本人曰く中継ぎで勝負をしたいというふうな、ね、ことも言ってたし、あとは石川も順調に来てるし、まあ、木澤というのもね、ピンピン投げてたし、まあ、加山もブルペンに入ってたりだとか、まあ、層は厚くなってきてるし、そうですよね、であと清水っていうのはもう完全に疲れは抜けましたみたいな、はい、あことも言ってたしね、昨年みたいなことがないようにっていうふうなことも言ってたし、だからやるとしたらそこそこやるんじゃないかなと、うん、やっぱ外国人、そうですね、途中から昨年来たロドリゲス、はい、まあ、1勝しかしてないんだけど、去年は1勝5敗だったかな、はい、まあ、そのぐらいしかしてないんだけども、俺はやっぱ勝てるピッチャーだというふうに思ってて、はい、これも高津監督にぶつけてみたんだけども、いやよく見てますねっていうふうに言われて、うん、ものすごいやっぱ柔軟性があるんだって、うん、で正確にも、はい、だからこう言ってることを聞き入れてくれて取り入れようとしてきてくれるから、まあ、すごく教えがいもあるし、そういう面では伸びしろがね、うん、まあ、相当あるピッチャーかなというふうに思ってると。だから今年はやっぱこう昨年みたいなことがないように勝てるピッチャーになってくれるはずだっていうふうに期待をものすごく寄せてたよ、うん、すごくなんか外国人みんな仲良しそうでしたよね、今日ワイワイとね。いやだから監督も言ってたけど、はい、もう本当にあの助かるのは外国人同士が仲良くて、うん、でチームのために貢献しようと、はい、まあ、オスナ・サンタナを中心にして、はい、やっぱ彼らが引っ張ってくれてるっていう、うん、だから非常にいい雰囲気でやってたし、はい、なんかこう慌てることもないし、うん、ただ走り込み、投げ込み、打ち込み、これは量を増やしてるって言ってたね。まあ、昨年より少し量を増やして、まあ、実戦に備えようとしてるというね、うん、まあ、そういうことを言ってたよ。僕が一番気になることがあるんですけど、こう優勝した時のキャンプ、これから昨年、それから今年といろいろあると思うんですけども、うん、これはやっぱ優勝した時に近いようなキャンプを過ごされているのか、それともやっぱ例年のヤクルトの、例年のヤクルトにスパイスを入れたという感じで、ね、昨年はやっぱみんなが状態が悪かったね、うん、まあ、ピッチャーも含めて野手陣も、はい、なんかこう歯車が狂ってるというか、はい、まあ、それはね今年ないような感じがした。うん、みんなしっかり足に血をつけて慌てることなく、なんかこう自分の本当に望まれてること、はい、求められてること、はい、こういうものをしっかりやろうとしてるなっていうふうに、まあ、あとはやっぱこう移籍組だとか、ね、トレード組だとか、はい、選手たちがどういうふうないい方向にね化学反応を起こしてくれるか、うん、だから巨人から来た北村でもね、なんか表情が生き生きしてたし、はい、沼田っていう投手もね、はい、挨拶来てくれたけど、まあ、非常にやる気を持ってもうここでやらなきゃっていうような ね危機感も感じたしね、はい、だから本当にいいキャンプを送ってるなというかね、はい、そんな感じがします。うん、やっぱりファンの方々が気になっているもう一つとしては、やっぱり真中臨時コーチのがどういうスパイスを生んでるのかな。まあでもやってみせやらせて見せてみてみたいな、まあ、非常に精力的に、ただ押し付けるような人じゃないから、だからそこら辺は話し方もうまいしな。そうですね、だから人をやる気にさせるようなそういう話術も持ってるし、まあ、そういうところからこう引き出そうとしてるのかなっていうふうに、うん、いい雰囲気で本当にやってると思う。
じゃあただね、高津監督と、まあ、ちょっと話をしたりインタビューしたけども、だけどやっぱ厳しい面見てるよ、うん、今年は。なるほど。だから非常に昨年の悔しさじゃなくて、その前の日本シリーズで負けた悔しさ、これも絶対取り戻すっていうようなね、強い意志を感じられたんで、ちょっと不気味な存在だな、まあ、昨年みたいなことは絶対ないと思う、うん、このキャンプとか監督と話してのその意志を感じたというか、うん、だから楽しみにしてくださいよ。あ、はい、なるほど。こっから楽しみですね。でもいや、楽しみ、ね、楽しみ、どうなっていくのか。 あとはやっぱ 村上が今ねちょっと故障してる箇所が万全になって、まあ、チームにしっかり合流した時にもうチーム出来上がるかなっていうような感じがするよ。まあでも昨年のことはね絶対ないから、あ、まあ、ブルペン見ても野手見ても表情見ても、まあ、俺はそう感じたから、うん、だからファンの皆さんはね、あの、期待してください。さあ、豊さんがさヤクルトを何位の順位に予想にするのか。そうだ、ね、これもね、また楽しみな。まあそうだね、はい、いつ動画出すか分かりませんけども、はいはい、そういったこともね楽しんでもらえたら。でも昨年 B クラスだけども、そういう俺は今評価ではない、ね、楽しみにしてください。はい、